おはようございまっちょ、フォルトです。こんにちは、しおたんです。いや、串カツうまかったっすね。いや、最高でしたね。マジで、やばいぐらい食いすぎたよね、うん、ちょっとね、その様子はしおたんの方のチャンネルでも出そうかなと思ってるので。そうですね、今日は前回のおさらいで、はい、前回までは腹式呼吸、うん、足をちょっと軸足を置いて、うん、胸を張って、うん、で、4秒で息を吐いて、で、今まで吸って、吸って8秒で吐く。その練習をした後に次はハミングをちょっと教えてもらいますよね、うん、で、ポイントとしてはベロが上顎に軽く触れるような感じです、うん、ソフトタッチで、うん、で、あとうーんのその音程を取る時の上の音の時は眉毛をちょっと上に動かして、うん、取ると取りやすいってことでかなり音が変わったかなと思うので、ついに素晴らしい、全部分かって おらしゃいらっしゃる。頭だけはすごくね、分かってるんですけどね、なかなか顔と体がさすが教育が。いやいやいや、やめてくださいよ先生というわけで、今日先生、発声を、そうですね、言っていきましょう。発声いきましょう。はい、まあ私がよくやる発声なんですけど、先生の塩タン発声。そうです、まずハミングして、はい、で、私が次にやるやつは、私がよくやる発声は、はい、よくこれやるんじゃないですか、これに、はい、マイ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 。それはマイちゃんが友達だからですか。そういうことじゃないですか。これが効果的だからやるんです。さすがです先生。はい。で、なぜマイかというと、まあ、あーってするの結構難しいんですよ。難しいですよね先生。難しいんですよ、あの母音は。はい。だから、子音で、まっていうこの、まっていう発音と、いっていう、こう、いまあいいっていう、こうくるんってなんかなるじゃないですか。まあいい、そうそうですね、まあいい、それをおみそみどに合わせてやっていくんです。まあいい、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 そう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 、あんま顔動かさないでやってくださいね。はい先生、すいませんちょっと調子乗りました。イメージはいいですよ。ちょっとやってみてください。3、はい、まあい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 い、なんかこれのコツとしては、はい、まあやり方としては、はい、まあいあいっていう、あからいの母音を滑らかにつなげていくっていう、まあい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 、おー、キレ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 じゃねえよキレキレじゃねえよまあい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 、なんか結構まあいまあいってなっちゃってるので、まあい、なんかこうまあいいで収めないで、まあいまあいいから、あ、まに行くときもちょっとエネルギー持ってやってみてください。待って、もう一回言って、いいからまに行くときも、そう、エネルギー持ってください。まあい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 、まい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 、いま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 、そこ滑らかに、まい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 、そんなイメージです。はい先生、間違ってはいない、間違ってはいない、まい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 、これがね、練習するともっと滑らかにできるようになりますので、はい先生、うん、練習やっていきます、うん、この発声練習と、とあとは、あとはってやつ、五度の、あーまい、あ、これはあーであります、はい、この五度はあ、これ今ちょっとポジション変わっちゃいましたよね。そう、そうなんです。ですね、そこが難しいところなんです、これの。これをどういかに滑らかにこう、行って戻ってくるかっていう。ちょっとどんな感じでか、いただいてもいいですか。いきます。おー、すげえ、すげえ、すげえ。そのイメージ。かな。で、結構ね、こう、私の場合は、難しくてポジションが違くなっちゃうんで、そこをどうこの滑らかにする、滑らかに、そう、あー、なんかちょっと違いますよね。うん、ちょっと違う。あーあーの時にちょっとクイッと、クイッとお腹が、うん、あー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 、もう
ってきても気を抜かないって感じで。ほうんうんうん、そのイメージ。ポジション移動せずにコツみたいなのありますか？これをちょっと頭の中でちょっとあなんだろうな違うまたこれを違う発声で鍛えるまたこうやってまたそれも違う発声で鍛えるんですよ。はい先生。うん、じゃあこれはいいとして次の発声。次の発声。はい、じゃあ次の発声はで、みなおあやっていきます。なってましたよ。みなおあみなおあそう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 。これもね、ちょっとハミングのあれと似てるんですけど、はい、ここら辺で、母音をうまく処理する。みなおあ意外と難しいんですよ。ですね、あの音程がね、取るの。はい、だからね、これはね、結構練習を重ね、はい、細かい曲を歌えるようになるために結構大事な練習で、細かい音符 の転がす性格の曲。これもいわゆるピアノでいうハノみたいな感じですか？まあ、そうそうそう。みなおだいぶ上がっちゃいますよね。上がっちゃいますね。結構難しいですよ。じゃあ、いきます。なんかつなげるのも大事なんですけど、音程、うん、みなーなんかこう段階をちょっとイメージして、はい、特に下りは外れやすいので、はい、意識してみてください。はい、みなまあ音程は最初はちょっと低いですけど、はい、もう一回やってみます。3はいみなおでどんどん上がっていく。そうそう、みなおみな、なんかちょっとやっぱりこのドレミオソの音に向かってこうクレッシェンドして収める。みなおだいぶ下向いてくるので気をつけてくださいね。それは気をつけて。はい、じゃあもう一回やってみます。登ってきます。3みなこれちょっと普段毎日のように練習して、うん、やると確実に上手くなるので。確実に、うん、確実です。確実ですね、これは、うん、これは私これやって上手くなったような。マジですか？いつ頃やってたんですか？芸大の授業でこれを必ず、合唱の授業でやるんですよ。マジですか？それほど大事なんですね。まあ、やってることだから私もこれでちょっとあなんか分かるなってイメージ掴んできて、はいはいはい、それ慣れてきて、そう、ぜひこれを練習してみてください。わかりました。あともう一個ある。うん、あともう一個だけ。あともう一個、ついにプラスです。母音をまたつなげる練習なんですけど、はい、母音をで、あえいおあえいおまあ、それでちょっと効果かけた方がいいかも。これのポイントとしては、なんかこの発声練習のポイントはポジションを母音ごとに変えないでどう滑らかにつなぐかっていうのがこの練習の意味なんですけど、なのであえ
いおう、結構違うじゃないですか、はい、違いますね。だからそれをね、つなげる、そうつなげるためにとりあえず口角上げてあーあーって言ってみると、えの母音もこれだとえーってなるから、口角上げてるとえーってなって発音できる、あーえーよーうー。で大事なのがおとうなんですよ。はい、音が大事。そう、日本の発音にならないように、なんと日本語の発音にならないようにやらないといけなくて、はい、おはまあ普通におで、うがううじゃなくてう、うな、お上のうです。そうそうそう、なんか深いう、深いう、うん、ちょ先生お願いします、もう一回聞かせてください。あえいおお、全然違いますね。あえいおおでしたね今の。すいません、もう一回いきます。そう、もう一回やってください。姿勢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 忘れないで。あえいおう、うんうん、なんかそんな感じ、なんかだいぶ滑らかです。マジですか、うん、ありがとうございます。素晴らしい先生、ありがとうございます、うん、こんな練習をまた半音ずつ上げていくんですよ。あえあああいおう、そうそう、それです。そのここら辺今使ってますよね。はい先生、使ってます。それがね大事なんですよ。あえいおう、あえいおう、でね、気をつけることはイがちょっとね、はい、音色変わっちゃうんですよ。あえいが、うん、イが、だからこれもね、日本語の発音にならないように深いイメージで、はい先生、あえいいじゃなくて、いじゃなくて、いじゃなくて、そう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 。ちょっともう一回先生、近くにお願いしてもいいですか。いじゃなくて、いじゃなくて、いい。ああ、はいはいはい。いい。じゃあ、もう一回やろうか。じゃあ、この音で。ああ、えいよ。えいってこう、くいってこう、意味になる。ああ、ああ、えい。あえいえいえい、うん、そうそうそう、あえいおう、おお、いい感じいい感じ。マジですか、うん、これを毎日自分のように練習して、そうそう、今の一通りのやつを練習してからコンコーネとかやるといい。まだまだ僕にはそこの、なんか例えば歌詞とかは早いですね。うん、まあ無事にやってもいいけど、はい、これができてないと。わかりました、これをメインでやった方がいいですね。うん、歌の練習時間ってどのくらいやったらいいんですか。なんか結構、まあ、でもそんな長くしない方がいいです。やっぱそうなんですか、疲れるし、うん、うん、私も秒で終わります。秒で終わるんですか。いや、練習しないだけなんですよ。秒で終わるんですか。秒で終わります。芸能の時も、うん、てか短い練習をちょいちょいってやる。あ、それが一番集中できて効率もいいですね。そうそう、うん、いいです先生、ありがとうございました、うん、こんな感じで。じゃあ先生、次会う時までね、頑張ってきますので、うん、またこれができたらお願いしましょう。はい、ぜひぜひしおたん先生のチャンネル、たくさんメイクだったり食べ物だったり、まあ、歌だったり、さまざまなことをしおたんの人生を晒してるって感じで、晒してるって言い方をすみません。晒してる、晒してるんですよ。僕は今人生を全部晒してます。そんな感じで今日は終わりたいなと思うので、うん、ぜひぜひしおたんのチェックしてみてください。お願いします。それではグッバイ、バイバイ。チャンネル登録してね。ゴリマッチョ、マッチョ、マッチョ、マッスルマッスルボーイ、マッチョマッチョ。